KP ユナイテッド KP 乾杯せーの KP あ、飲まないんだ酢で置いちゃったいや、寝たかったことがその絵だけ食べたまってそのまま置いてしまったうまいね、やっぱあ、飲み切った AJ ユナイテッドあ、よかった、今度はしっかりだった、まあ、KP 終わったんだよねそうっすね、はい、そういうことです、はい、で、今回は FIFA ユニフォームでやろうよウィーニングイレブンアプリ FIFA なげめっちゃ曲げもう最初からあのテイク2でもう一回全部やらさせていただきますね、はい、FIFA ユナイテッドでいくかと思うから、ね、せーの FIFA ユナイテッド FIFA モバイルユニフォームでやろうよ、はい、ウィーニングイレブンアプリ2019 FIFA も今後 FP ガチャ長ということでもう結構あの長めに話したんですもうすぐ行っちゃっていいですかあ、いいっすよいいっすよいけすかということでまずは J リーグから行かせていただければと思います、はい、いや、Aさんマジで前すごかったからな本当いやありえるよ俺だからさ、だって黒2しかいなかったんだよ A さんの引きすげえなと思ってだ最初からまず黒が来ればね人欲しい、頑張れ動揺した A さんちょっと待ってあ、ひとしだひとしだ右にも左にも銀おーチャンティングいいなよしよしよしいいないいないやー来た来た来たいいよ自分よりその身長の低い選手がこんなに頑張ってるのってなんかやっぱ気になっちゃいますチャナティップ選手いや気になっちゃいますいや私はチャナティップ選手あの、はい、ブリッジ何回したのかすんごい非常に気になるんですよこんな白くやるにはねかなりのブリーチホワイトブリーチ4回じゃないですかねだからそれって髪めちゃめちゃ痛なんかそうなんですよブリーチ業界ブリチンブリチン業界やめてくださいさあということで次引いていきましょうか、はい、だからシャンシャンシャンって言ったよねだからシャンの後俺なんて言おうとしたんだ今2回目シャンってことかシャンだなちょっと待って黒子ね本当に来ないよやべー黒くればありえますよミッチェル・ランゲラックいやミッチェル系結構いるよね名前でオーストラリアたださキーパーか3回目うんいや俺マジでビジャ引きたいんだけどちょっとちょっとビジャが離れていくかぶり来るとか言っときながら1回も来なかったな確かにあああああうわあ、アンデルソン・ロペスてかめちゃ決めたよねコンサドーレやばいよ、いやいや本当にアンデルソン・ロペスは黒でもいいんじゃないかぐらいの活躍だったぞいやすごいよねねマジ乗ってるぜだって54まで上がるんだでもあ、そっか、それ考えるとまあ決定力とか高い、あ、やっぱ高い78さすがです、やっぱ得点源ですからいや、すごかったよねで今後もかなり決めてくんじゃないかなと、うん、さあ、続いてインテル、はい、こちら引いていきたいと思いますで、ここは、まあ、イカルディかなイカルディ、惜しいね A さんはシクリニアで当てたんですよねうんいやちょっと俺はイカルディ、まあ、全員黒なんでね、ここはそうだよねうんとりあえず初カミラリ、あ、雷くれば…してほしいなうんさあマッテオ・ポリターノ25歳いや、インテルと言ったらやっぱ長友選手がいましたからねそうっすねさあ、2回目いきますよはいいや、雷来ないな来ないっすねいやさあおマルセーロセンターミッドのマルセーロそうねいや俺も引いたから A さん引いてましたよね、うん、ブロゾビーチライチングシュート持ってたぜてかビッチ系やっぱ増えてきたな確かに最後がチーやっぱ熱いな、うん、マルセロスカット組むか今のところ2人しかいないけど2人しかいないそれか丸がつく選手あマルディーニ守ってねえわマルシャル丸引いていきますか丸山丸山よ丸山いいじゃんそれも丸ちゃんでしょ今もいたかな丸山うわダメかとりあえずかぶんないでかぶった
待ってよ。いやちょっとインテルのガチャは引き良かったとは言えないな、これは。まあ、ここで巻き返します。2なんでしょう。ここよ。いや、マジで頼む。どんなルンマ。でもこれすごいよな、これ。雷じゃないんだね。ね、41だもんね。だからコストが低いっていうのはいいよね。しかもこんな強いっていうのは。うん。で、ボナメントゥーラとドマニオリ。あれ、こっち取ったんだっけ。取れました。だよね。そうなんですよ。すっげえ。ちょっと待って、俺まだ雷来てないんだけど。だけど、どんなルンマ引くには雷じゃない。お、そうだね。黄色。だからど黄色来い、黄色。黄色スソ、エサも取ってたよね。もしくは昔のサントスと言います。ちょっとや左足か、サントスと一緒じゃん。え、サントスじゃないよね。いや、そうでしょうよ。見りゃわかるだろう、アレサンドロよ。いや、ちょっと名前が違うから。身長も2センチしか変わんないしな。え、サントスは何 178センチ69キロです。ちなみに7月20日ですね、誕生日が。ちょっとそこまで聞いてなかったんだけど。血液型は多分O型じゃないかな、もしくは不明です。O か不明なんだ。はい、おあるよ。うわ、うわ、サントス来たじゃん。今回引きやばいな。ダブルサントスじゃん。いやマジで頼む、本当にラスト、はい、日本じゃないとサントスじゃないから。そう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 だよ、何を言ってんのあなたは。ああやばいかも、サントス。あ、ニュー、そっか、あれクトローネー、クトローネー68まで上がる。20歳だもんね。決定力85。いや多いね、こういう能力めちゃくちゃ多くない？多いね。あ、でもラインブレイカーついてるのか。さあここにかけたいと思います。僕あのピッケ選手も欲しいんですけど、うん、サーリング欲しいんすよ、マジで欲しい。いやシティでの活躍よ、うわやばいね。スターリング FIFA の方でもなんかぶち上がってたから、うん、引いていきたいと思います。加川も欲しいね。いや加川欲しい。いや最後ここでだけマジで本当に神引きさせて3回連続神引き。いや今回引きめっちゃ悪いと思うんだよね。おお。ピケ来んじゃねえ、マジ来るか。ああ、よっしゃよしよしよし、これは嬉しい、これはいいね。ね、いや本当ピケの安定感や最近マジで。センターバックグランダーフライパスが85へってすごいよね。スピードかなとは。あ、でもスピード72か、それだったらね、うん、マックスにしては使える。いや、よかった。たださ、うん、なんか俺かぶりそうな気もするんだわ。いや香川引いてよそれより。引きたい引きたい。お、いいあるんじゃない。あ、金か、そこ金か。確か A さんも引きました。ラスト香川終わりで、そうだね、うん、引きたいわ、見せ場を作りたい。黒、とりあえず黒、よし頼む香川。これ全く同じだよ、ね、一緒ですね、俺と全く一緒だよ3体ということでね。まあ今回はすごいねこれ、ちょっとまあPKが引けたのが救いかな。そうですね。なんで、右サイドベジリン先輩、そしてクリバーリー、はいはいはい、そして PK、マルセーロ、4人全員上げてね、頑張ってください。そうするとあれだね。あのパサンの方で全部全員上げていいから、もう。だから横並び、あのベジリンから持って中にパス出しながら左サイドにパス回す。引いて、パス出して、はい、そうそうそう、で全員上げて、俺そこ裏つくんで。あ、だけどやばい。超オフサイドトラップになるかもしれない。逆に、そう、逆にラインめっちゃ上がってるから。確かに確かに。いやー、ラインブレーカーを懸念だ。そうでした。ただうまいこと抜かれたらもう終わるけどね、本当に。じゃあこっちはセカンドトップで挑むわ。今度オーバーラップ対決します。オーバーラップついてセンターバックもあと誰いるんだろう、ちょっと探してちょっとやりたいですね。そうですね、そこにちょっと注目したことがないので、はい、オーバーラップバトルね、やっていきましょう。いきますか。この動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。